よし、じゃあ、続きをやっていこうと思うんですけれども、ちょっと裏でね、いろいろなんかアルカキルティ大平原の敵とかで倒してきたらね、もうめちゃめちゃレベル上がりまして、で今回ね、何をするかというと、メインストーリー進めたいところなんですが、ここに行きます。バイルピークス AF10 年ですね。以前あれやな、バイルピークスでなんかひたすらBGM で閃光が流れるっていうフィールドあったと思うんですけれども、あそこのストーリーの続きですね。なんか隊員がいろんなところに散らばっちゃって、それを探さなきゃいけないみたいな話だったと思うんですが、今回ここ行きます。バイルピークス、ここで大きな時空間の歪みが見つかったのはAF10 年のことだった。アカデミーが送り込んだ調査チームの名はブリッツ隊。そう、ブリッツ隊の話ね。パラドクスへの対応に特化した精鋭部隊。彼らにとってそれはいつもと変わらない調査任務のはずだった。行きます。そう、なんかいろいろね、メインストーリーと関係ないところでちっちゃいけどね、イベントあったりとかもしたんですけれども、なんかここはちょっとやった方が良さそうだなって、動画にした方が良さそうだなって思って、バイルピークスの話はやります。あれ、早速マップは？あ、ここからスタートなんだ。普通に寒そうだよね、この人たちで。ん？どうした？なんかある？お願い。ここ。お。おお、大丈夫？何があったの？ブリッツ隊の生き残りのメンバーを探すって話やな。その人はアカデミーのエリート部隊、ブリッツ隊のバラクさんと言った。体中傷だらけで、なんとか立ってる状態だった。ブリッツ隊を乗せた飛空戦車は黒い影に襲われて墜落して、気づいたらここにいたっていうの。戦車は大破して、みんな無事とは思えません。ただ、撃墜されてしばらく、パイロットのレイってやつは息があったんです。どこかに歩いていったのでしょうか。うん。レイの残光、AF10 年バイルピークス、アカデミーの精鋭部隊ブリッツ隊が消息を絶った。時間の狭間に囚われていた隊員バラクは、パイロットのレイほか生存者に心当たりがあるという。彼の情報を頼りにブリッツ隊の生き残りを捜索しよう。パラドクスに巻き込まれた彼らは時代を超えてバラバラになった可能性もあるはずだ。ということで、じゃあ行きます。捜索していただけるのですか？うん。どうか気をつけてください。よし、一緒に遭難した隊員を見つけてください。パイロットを探す。じゃあ探しに行ってみましょう。なんかこの時代にいるっぽいから、ジョーさん出てくるのかな。遭難したブリッツ隊は過去と未来に散らばってる。うん、ただの事故じゃないよね。例の黒いやつは時空を超えた存在なんだろうな。一体どこから来たのか。あ、そうそう、あれだ。さ、フラグメントスキルでさ、あれなんよ、こうエンカウントマスターっていうのをゲットしましてですね、なんかエンカウント率上げたりとか下げたりとかできるんですよ。便利っすよね。なんかただ探索したい時とかにはめっちゃ便利だと思う。ライトニングだったらどう戦うかな。稲妻みたいに迷わずまっすぐ進む。稲妻みたい。うん、でもそれはお姉ちゃんのやり方。私たちには私たちの正解があると思うんだ。おお、来た。急
てくるやん。よし、いや金チョコもめっちゃ強いわ。なんか今さ裏でさチョコボレースやってるんですけど、それも金チョコボでいけるし、ほら、なんかね、もうあの全部の時代をあのワールドオンパスで開けちゃいたいなって思ってさ、開けようとしたらさワールドオンパス1個足りなかったの。え、どこだっけ、取り損ないあったっけって思ってさ、ちょっと調べてみたらさ1個あれなんですよ、カジノの景品でゲットできるみたいでさ、もうそれでなんかひたすらチョコボレースやってましたで賞金稼いでみたいな。あ、ねね、ここでなんかあるよ、わーい、ユニコーンの角。よいしょ、タイの連中に捜索を頼まれたというんだな。証拠はあるのか。この人か、パイロット。確かにこのコンパスはファルガーのものだ。話は本当のようだな。俺はレイ、ブリッツ隊のパイロットだ。タイの奴らと合流したいのは山々だが、あいつ今はここを動け。おい、なんかまがまがしすぎるだろ。黒い影だ。戦車の攻撃も通用しなかったんだ。今の武装じゃとても歯が立たん。やめ、どうすりゃいいんだ。ほう、F10 年バイルピークスアカデミーから派遣され、時空を超えてバラバラになったブリッツ隊を襲ったのは正体不明の魔物だった。かの者が解き放たれては人々に危険が及ぶとブリッツ隊は命を賭して戦っている。ブリッツ隊の各隊員から情報を集め、ボロボロの火炎に変わって魔物を討伐しよう。はい、まあまあまあ任せろ。よし、オッケーオッケーオッケー。あ、そう、私さ、なんかさ、今までさ、ずっと使ってなかったんだけどさ、このモンスターカスタマイズってやつめっちゃいいね、これ。このなんか、アビリティ継承っていうのでさ、あれなんですよ、なんだっけ、今までの、こう、モンスターを使って、なんかね、スキルをね、身につけることができるんですよね。そうそう、これずーっと忘れてた、ほんと。あ、じゃあどうせやったらちょっとあれやな、白チョコボをやるか。キュアル系回復アップあるとありがたいよね。じゃあケットシーを使って、よし。そう、なんかそう、特性アビリティ10個までね、習得できるね。だからさ、こう右下は特性アビリティ一覧あると思うんですけれども、めっちゃ良さそう呪詛耐性、魔法耐性、魔法攻撃尽くし、そう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 、ずっと忘れてたわ。なんかよりあれだよね、戦闘楽しくなりますよね。となんか強いモンスターにはさ、このなんかこのモンスターのスキルをつけてとかさ、ずっと忘れてたわ。じゃあこれつけちゃおう。はい、よし、もういいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。結局あれやな、ブラスター系のこうなんか代わりになるような子がまだ見つかんねえんだよな。なんか今までさ、このさ倉庫にずっといた子たちもさ、このアビリティ継承を使えばね、便利になるっていう。でもなんかある程度育成してスキルを覚えさせた上でアビリティ継承をするっていうのが普通らしいですけれどもね。小分けして ATB 回復とかいいじゃん。何これ、やば、やばやば。てなわけですよ。そう、なんかチョコボレースでもさ、なんか身につけたアビリティ、戦闘用のアビリティがさ、なんかチョコボレース用のアビリティに変わったりもするんですよね。だからなんか金チョコボじゃん、チョコボレース用のアビリティも身につけさせたりとかもしてますけれども、いやー面白いねって思いますよ。あ、ロイヤルガード、ちょ待って、よし、ライトニングリターンズになるとまた戦闘変わんのかな。でも根本はなんか変わんなさそうだよね。よし、オプティマとかパラダイムとか、あれはベースになる
るけど、なんかプラスでなんか新要素追加されたりとかありそうだよね。あとセーブしとこう。よし、行くぞ。ここびっくりマーク。おお、これね、まがまがしいですね。でもこれどうすればいいの。あ、ここで調べればいいの。AF10 年ブリッツ隊を黒い影が襲った。それはこの世ならぬ敵、時の亀裂から流れ込んだ形のない混沌がこの地に宿る記憶といびつに結びついた存在。過ぎ去りし時の姿を借りた忌まわしい影。それはオーディン？あ、ライトニングが操ってるのか。あ、オーディン。お姉ちゃんじゃない。空っぽで何の思いもない。頼む、セラ。過去の歪んだ影を闇に返してくれ。ライトさんというとオーディンだもんね。わあ、やばい、これは熱いぞ。オーディン戦？ちょっと待って、先に、あ、間違えた。オーディンダスクだって。かっこいい、めっちゃ強かったりして。まだ何もしてこない。あ、でも斬鉄剣怖いよね。あんまり、ちょっと待って、ブレイクすんの。あんまりなんかゲージが上がんないような気がするんだけど。あ、そんなことない。ねえ、ちょ、オーディンといえばやっぱり斬鉄剣が怖いんで、セブンリバースでもね、何度も泣かされましたからね、斬鉄剣に。セブンリバースだとバイオが効いたんだけどね、てか毒？毒の攻撃が効いたんですけれども。てかあれ、あの、馬に乗ってないオーディンってちょっと新しいね、オーディンさんは。ちょ、待って、怖い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 。誰か、超怖い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 。一回回復入れよう。足を取ると、これ連戦で怖いね。よし、サンドラ、オッケー。で、キルベロスに変える。金属もさ、何が強いって、このブレイクドレインっていうのが強いんですよ。回復してくれるっていうね。よし、お、一気に削ったのでは。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんか回復してんのはこれ何、オーディンが回復してんのか。そうだよね。いけるいけるいける。お、倒した、やったーイエーイ、捨て身の証。おお、このフラグメントが敵の本体、バルハラの混沌。バルハラの混沌、そいつがオーディンを作り出してたのか。待てよ、だとすると未来に現れた影もこれが原因で現れただな。でもエネルギーが奪った。そうだ、ね、今なら勝てるかもしれないぞ。出るかもしれない。よし、であれか、AF200 年だっけのバイルピークスに行けばいいのかな。この辺探索してこう。よいしょ。